後ろも出しちゃって、 T シャツです。これはお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、私服もやっぱ、はい、いいですね。やっぱ私服たまにねやんないとねって思いましたよ。やっぱ自分じゃ回しづらいんで。そうですね。ありがとうございます。変わりましたからね。すいません、今日もね梅さんもいて、うん、ありがとうございました。変わりましたからちょっと何か変わらないですね。そうですね。買い物、買い物行かないですか。時なんか決めて言ってはりましたもんね。買い物、うん。なんかさ、こう良くないですかもう。何がですか。いや、なんか解散。代官山来たんですよ。代官山は、まあ、しょうがないじゃない。代官山現地集合、現地解散、悲しいんで。この後なんかお買い物するみたいな。しますよ、はい、するけど、この間もやっぱ買いづらかったんですよ。買いづらどういうことですか、買いづら。いや、なんかいるから買いづらかった。僕たちが、うんうん、いや、もっといい買い物できたかもしれない。あ、でもあれはワンピース決めつけてきました。あ、見ました、めちゃくちゃ良いですね。決めつけで、じゃあやっぱ良かったってことですね、結果オーライ。だから衣装はいらないんですよ。まあまあ、でもちょっとやっぱあの動画でもみんなすごいいい感じのね、その見てる方から反応あったんで。ありました。ありました。回ってたみたいですよ。はい、回ってました。そうかな、回ってた。回ってたみたいです。梅さんのあの楽屋の会より。あ、そうそうそう、回ってた。あ、じゃあ撮っといた方がいい。じゃあ撮っといた方がいいか、うん、この間はたまたま行けたじゃないですか。はいはい、お店がさ、だから OK かとかわかんない。だからそれはもう梅さんにサポ取りだけしてもらって。これって結構な、いや、なんかみんな慣れすぎですよ。この間 OK だったからみたいな。いや、だからやっぱ僕らが言ったらダメかもしれないですけど、梅さん言うとやっぱよく買い物行かれてるっていうのもあるし、いけるのかな。怖いな。とりあえず泊まっててもなんかみんな見られるんで歩きますか。そうだ ね、はい。この間の店じゃない方がいいですよ。そらって言ったらあれですけど、この間の店も最高なんですけど、 あれまた今度ね、はい、に変わってるよ。でも、いけそうな店。いけそうな店っていうの。いや、なんか、ね、いけそうな店。そうですね。なんか、まあ、ワードはちょっとあんま良くない。軽はずみに受けてくれそうな店。いや、より良くなくなっちゃう。より良くない。いや、これ本当ダメだったらここまでの V です。そうそう、はい、いけるかな。ちょっと歩きますから。あ、ちょっと歩きます。もう軽はずみな店はそこしかないなと思って。じゃあここで待っててください。あ、わかりました。いってらっしゃい。どうでしたか。なんか、はい、すごいやっぱ軽いタッチで、はい、いいっすよって。いいお店ですね。どういうお店なんですか。いや、私よく来るんですよ。あ、そうなんですね。大好きで。なんですけど、やっぱり店員さんは軽いです。で、いいことですよね。はい、じゃあちょっと入りましょう。はい、入りましょう。透け感ね。言いますね、透け感。透け感と抜け感。透け感と抜け感って どういうことなんですか。そういう、だからグループだよね。透け感、透け感と抜け感ですよ。この間の行ったお店で男性のファッションについて聞かれて、若く見えるみたいな、はいはい、オーバーオールって言ったのが好評でした。ありがとうございます。よかった、聞いておきよかったです。どうしようかな。もう全然ガチで。ガチ買うよ、本当に。より買うよ。この間ほら値段で行っちゃったから、はいはい、今回数で行きたいわけ。ガチ買い物、ガチ買い物したいんですよ。誰なんですか。ずっと気になってるんですけど、普通に話しちゃってて。お兄さん取り巻きです、ね、取り巻き。めったにね、取り巻き、ね、たまに来る取り巻き、たまに来る取り巻き。スタッフみんなが行って買い物することに慣れてきました。よかったです。なんかいつもだよねみたいな、うんうん、ちょっと空気になってきた。こういうベスト欲しいんですよ。ほら、なんかちょっとお姉さん系じゃないですか。うん、いいですね。いいっすよね。去年ぐらいからでしたっけ。え、そのタイプなんか増えてきましたね。トレンドなんですか。梅さんって何の雑誌見てるんですか。ファッションに詳しくない。あと本当に街行く女の子いっぱい見てるから。あ、こういう。あ、とにかくジロ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 。そう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 。あ、
そういう変態目線ってことですか。あ、なるほど。すぐ結果気づいちゃう。あ、なるほどね。え、ベスト多くねっつって一応ね、ほら捕まりますよ。あ、なるほどね。なるほどね。勉強して、いつぐらいですかね。でもベストは結構昔からで、なんかちょこ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 このサイズ感と襟の感じが変わってますよね。ほら、ちゃんとタイピングしてありますよ。しないんですよね、普通ね。あ、ちょっと高いんじゃないかな。64,900円、税込みでございます。かわいいですね。エロいんじゃないですか。エロくないですか。ここがほら、割れてて、こっちももう出しちゃう。前も後ろも、前も後ろも出しちゃって、Tシャツです。これは欲しいな、エロいショット。エロいの目指してる。はい、エロいの目指してる。そうですよ。え、知らなかったんですよ。私、そっち目線ですよ、いつも。生き方がもうエロです。痩せてる人はこれでね、体がボリュームが出て見えて綺麗なんですけど、私みたいに肉厚だとですね、このリブの太さとがね、ブチってなるんですよ。はい、緩めのリブを選んだ方が太っては見えない。そして細い、分厚さがないリブで。やっぱり骨格とか体格によって素材とかも気にしないと。ありますよ、絶対あります。これはどういうこと？どういうこと？金太郎さんスタイルですか？いや、まさかりの。ということですよね。金太郎さんスタイル。それどう？でも、これでシャツを着たりするわけです。なるほど、なるほど。1枚じゃね、なかなか。そうですね。あ、これが欲しかったんだ。これこれ、このジャケットです。ここが間が空いてて、ここからピッと手を出すと、なんか羽織みたいに見えるジャケットが多いんですよ。これめちゃめちゃ欲しかったんだよ。後でちょっと着てみたい。あ、これは、うん、男性が好きな格好当てましょうか。男目線はそのそれちょっとお願いしてもいいですか。いいですか、はい、ちょっと。あ、スケスケニットはどうですか。いいですね。ね、いいですね。スケスケニット。今年またあれなんですよね。ちょっとスケルス。そうなんですよ。ね、やばい、おかしいですよね。目線が。すごいですね。あれでしょ。シースルーって言わないですよね。なんでしたっけ、なんか。逆になんて言うんですか。教えてください。私シースルー以外知らないです。なんて言うんですか。なんか言い方があるの。こういうのが流行ってるわけ。デニムの上に1枚重ねるみたいな。シアー、シアー、あ、シアーシャツとかってことね。かわいい。どうしよう。なんかだんだん目星は。あ、ついてきました。はい、私あんま悩まないんですよ。これついてきてなかったらもう買って出てます。なんか決めてとかあるんですか、これ買おうっていうのも。前々から入る前決めてたとか。まあ、これはそうですけど、なんかバーって見て、あ、好き嫌い好き嫌いってこう缶詰工場みたいな。男性に対してもそうなんですけど。あ、もうじゃあ2つどっちか分かれるってことですか。もう工場でどっちかに分かれて、たまにその工場が間違えて好きを嫌いの方に入れちゃったりする。うわぁ、切ないっていう。工場もメンテナンスしないとダメです。メンテナンスしないといけないっていう。白だとちょっと松崎しげる感出ちゃうかも。そうですかね。出ないですか。エミジュリさんがそんな黒っこがないので。これ着てみていいですか。はい、どうぞ。これ松崎しげるが出ます。大丈夫だ。いや、そうです。多分出るとは言わないです。あー、いいですね。これこういうことなんです。これ普通に着ると、うん、こうちょっと肌が出るぐらいなんですけど、ここからこうやってこういう、うわー、はあ、これが今年いっぱいあって、かわいいです。二人羽織的な、なんか何でしょうね。はい、いや、すごい似合って、しげる感とか二人羽織さんがちょっとワードが表現できないですよ。え、これかわいいっすね、やっぱ。かわいい、これ欲しいわ。じゃあ、しげるの方ちょっと着てくるの。しげるって言ったな。しげるもいいです。お、めっちゃいいじゃないですか。しげるはしげるで、しげるだけやめてほしいですけどね。全然しげる感も、しげる感も悪くないですね。まあ、でもしげるの方がちょっとチンと感がね。そうですね、ちょっと逆にカジュアルに着づらくなるかな。確かに。
あとこの長いのがいいですよね。パンツできたらね。黒かな。これ絶対欲しかったんです。あとちょっとエロいこのシャツ。エロシャツ。エロシャツ。エロシャツどっちがいいかな。ベージュかな、やっぱ。まあ、グレーっぽい。グレージュ。下と合わないけど着てみます。はい。いいっすね。これいいわ。どう。これもう1枚着とけばさ、なんかアクセでさ、デニムでいけちゃうんじゃないですか、こういう。今日コーディネートめんどくさいわっていう時にこういう。ね。いいっすね。ね。いいよね。エロシャツあれですよ、白もあるらしいです。白もあるんすか。ほんとだ。白はやっぱエロさがよりするじゃないですか。エロさねじゃない。目指してるとこはエロっすからね。そうですよ。杉本彩さんか私かぐらいの狙ってるんで。そんなラインなんですね。知らなかったっすね。知らなかったです。知らなかったです。ずっとそうですよ。ずっと30年間表現できてないだけです。白だとこう中透けるの気になっちゃうかな。あー、なるほど。この色にします。中のベストもいいんですよ。さっきのベストね、1枚で着るっていうエロさ。確かにね。かっこいいですよ。ちなみに余談ですけど、はい、ボールチェーンは、いや、だからなんかおかしくないですか、ね、ちょっと知りすぎてますね。おかし、なんか勉強したんですか。嫁もほら、あ、嫁がね、ボールチェーン言ってる、家で。ボールチェーン、ボールチェーン。そんな余談ないですよ。そんな余談聞いたことないですよ。欲しい欲しい言って、いいサイズのボールチェーンねえかっ つって売ってねえのかっつって。私はでも結構昔に買っちゃったんです、ボールチェーンは。なんか一回流行った時があった時に買っちゃったのがあるので。でもこうやってすんのかっこいいです、素肌に。これも衣装で着れますからね。確かに。なるほどですね。セルクが入ってます。おー、なんかあっちもシルクが入ってるんで。なるほど。これで 42,900円ですから、ベストで。ジャケットは6万か7万、はい、安くなんない。違って見ながらやめてください。そしたらエロシャツとかしげる言うのやめてください。安くならなさそうですね。いいものは。そうですよね。セールじゃないから。これセールじゃないんですか。セールじゃない。いやでも今日は私はもう買うって決めてる。全然そんなひるまないです。30万とか言われても全然。あ、はいはい。3回で。そこは一番3回払いです。短いですけど、ここがクッて入ってるのが流行ってます。ここがクッて入ってて、でこの上にこうカーディガンを着て、ここだけちょっと出すんですよ、肌を。これだパッド付きですよね。めちゃめちゃ気持ちいいです。昔の映画のこう強い女性が着てたみたいな感じを女性っぽく着る。いや、これも可愛いなと思ったんですよ、これもね。でも、これをこのまま着ちゃうとなんで、中にタイトスカート履いて、下開けて、このタイトスカート出すのが可愛い。イタリアの生地使ってます。メイドインイタリーの生地がつくと、この下に1個つくんですね。ここブランド名です。ここのブランド名の下に、この生地をつけますよ。これはこの生地ですよって。イタリアの生地とかコートとかでもここについてません、ダッフルコートとか買ったら あれとかはこれがつきますよって生地スワッチに書いてあります。それがなんかこうブランドになるっていうか。これも欲しいけどお金なくなっちゃうな。しかもこれテレビやばいですか。もうあれしちゃうかもですね。これちょっと業界になるとカメラでチカチカするよね。ああそうですね、模様のあれが。でなんか縦じまも横島もモテたかったら着るなってゲッターズ飯田さんが言ってました。なんでなんですか。ボーダー着る女はモテないっつって。だからなんか彼氏とかができて旦那さんができたら堂々とボーダーを着ろって。モテないんですって、ボーダーって。ボーダーなんて今年流行りじゃないですか。ストライプ系もダメだっつって、この間。これと、はい、このベストとあとジャケットにします。エルメスがある。ルメスのヴィンテージかわいい。盗む。この人の見方するのやめてください。
今の見方撮る人のやつなんでやめてください。ちょっとつけてみていいですか。かわいい、かわいい、かわいい。え、嫁欲しがるじゃないですか。嫁がぜん欲しがるでしょこれ。私これね、サイズが大体合わないんですよ、でかくて。これめっちゃちっちゃいですね。聞いてます？まあ、あんまことです。値段に今そうですね、店員さんに無視されましたね、しっかりしっかり無視されて、しっかり話しかけたんだけど。で、僕らと一緒に喋ってたから、そうだね、違うなってことです。え、これでおいくら？68,000円。でもまあ、エルメスでね、はい、え、これサイズがいいわ。こういうの出会いですから。よし、今日は奮発しちゃおうかな。最後ですよ、もう。これ以上は買えませんから。すいません、これとベストとジャケットの黒の方とこのシャツ、はい、おー、行きましたね。これで1日のノルマ達成しますから。そんなこと気にしなくていい。大事ですから、1日のノルマって、まあね、そことの戦いですからね、お店は。本当そうです。みんなそれを助けるつもりでお買い物してください。経済回しましょう。そうです。じゃ着替えます。はい。大満足です。ね、いや、やっぱね、エルメスが最後に来ちゃったからね。確かにサイズが合っちゃったっていう、まあ、運命的なもんですよね。いや、そうなんですよ。これまた今度買おうってなるとね、うん、聞いてます。また無視されました。、はい、なんかこうどっちにしゃべってるか分かんないですよ。、ね、すみません、すみません。足はもうよく、あ、よくあの覚えてくださって、すごい。怪我なさったって前。あ、そうなんです。そうなんです。手を怪我した人っていう意味。あ、そうですね。覚え方が。してないと分かんないな。違う人かな。次から包帯前。そうですね。しなくていいですよ。そう、今日は行きますよ、これ。今日は行きますね。今日はね、払えるかな。あれ？え、すげえ行くよ、今日。だって、7万と。6万と3万と4万だ。全然いくでしょ。ほら、だから目標達成。ね、今月の目標達成。ありがとうございます。なんか質問ありますか？今いいですか？やりたげな、もう言いたげで。ずっと入るタイミングが全然。そう、ずっとこう。前後に。大縄跳びの人みたいな。いつ入るのかな、あの人って。やってました。終わりで質問。ね、おかしい、おかしい。じゃあ今質問あるみたいな、はい、もっとあったでしょうけどね、タイミングが。春夏なんですね、はい、春夏の着回ししやすいアイテムって何ですか？ベストとかですか？あ、そうですね、今年は結構ジレをそのまま着る。ベストとか、なんかこう長めのジレとかは、まあそのままでもこう袖出して着られるし、ね、なんかブラウスと合わせたりとか、Tシャツと合わせたりもできるから、結構ずっと持ってるといいかな。で、なんかリネンのシャツとかはね、絶対的に持ってると。必ず毎年出るけど、何かしらなんかちょっと違いますよね。そうですね。なんか何かしら違うので、ね、ブランドさんによって。そういうの選ぶと、古臭くなくならないか。色通りというか、まあ、はい、いやらしくな色気の出し方みたいなのポイントってありますか？色気なんか出ないんですけど、抜け感が出したいんです。ピシッとするだったら、下はなんかちょっと爪がこうちょっと出てる靴にするとか、なんかちょっと肌が見えてるとかいう感じが私は好きです。エロコーデのポイント。エロコーデのポイント。共感無理でしょうね、これね。共感無理でしょうね、多分。エロコーデ。大好き。ちなみに今年すでに買った春夏物ってありますか？ほぼ買ってないですよ、まだで。今そのここがピーって出てるタンクトップを探し中。ギューってなってるのが多くて、なんか生地的に。そうすると私なんかこうターミネーターの女の人みたいになっちゃうんですよ。なるほど。戦い出しそうになっちゃうんで、もうちょっとこう緩いやつを今絶賛探し中で、リブじゃないやつ。リブだとなんかこう強っ、それにもうね、カーゴパンツとか履いたらやばいじゃないですか。そうですね。そうそう、ライフ、まさにナイフ、銃使うことですね。もうここからこう銃の女になっちゃうんで、ちょっと生地薄めのを今探してたりし
しますね。40代男性の若見せファッション春夏編、どういうの着たらいいですか？いやだからオーバーオールですよ。春夏も。いやだって他、はい、あります？男性のショートパンツってギリギリですよね。毛の生え方とその人の男性の毛の生え方ってこう性格が出るっていうか、その人の生き様だそうです。生き様脱毛したら終わりですか？生き様ゼロじゃないですか？生き様消す形だと思うんで、毛の出方とかもあるだろうけど、なんか私あんまりショートパンツはなっていう感じしますけど、ツルツルはツルツルで評判悪いです。そうなんです。そうね、なんか難しいとこみたいです。難しいですね、はい、私ね、鶏肉みたいな人が好きなんです。ごめんなさい、ちょっとわかんないです。どういうこと？鶏肉みたいな人。鶏肉みたいな人。なんか…でっかいキャラがたまに行くぞ。いや、なんかこう、逆に…逆にあの、皮をめくった時の鶏肉みたいな人。体つきの人が好きなんです。弾力のつるんとした感じ。はい、つるんとした、はい。でも、つるつるではなくて、多少は毛はあるけど、その筋肉的な感じが。なるほど。ちょっと張りある感じ。全然話がずれてきてる。そうですね。まあでもオーバーオールってことは裸に、うん、裸に面白い人になっちゃう。裸に他ないですよ。男の人のだって若く見せようとした時点で年寄りだと思うんですよ。女の人も多分若作りになるから、うん、若々しくその年齢なりのお洋服を着るっていうのが、うん、女の人も男の人も必要なんでしょうし、まあ、この肩ちょっと出すとかも、まあ、年齢によってはそのボタンを閉める個数が決まってくるっていうか、昔はもっとわーって出してたのをもうあんま出さなくなるとか、女の人でもあるから、だからなんかその年齢と駆け引きみたいなとかありますよね。若々しさですよ。梅さんがやっぱオーバーオール着てたら私はないなって。いや、僕は似合うと思います。梅さんだって顔若めなのにオーバーオール着て、いや僕ちょっとこれ若いと思ったんでとか言われたら、いや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 。そうですね。キャップも危険ですから。あ、キャップもね、言いますよね、男の人。そう、キャップも危険だと思うんですよ。なのでなんかちょっと若々しく見える方がいいんじゃないかなとは。いいですか、はい、インタビュー終了です。共同会計もおかしい、おかしいですよ。おきましたか。おー、きましたよ。21万4500円。うわー、バラエティ番組を何個やるね、前で3回だったけど、今回はもう5回ぐらい6位ぐらいかな、行かないといけないかな。頑張りましょうね。洋服を買うために仕事してるいいんですよ、そんなん入れてもらわなくて。はい、大丈夫、もう全部手で持って帰って。それはやめてください。店から出てきた全部肌変わる。取ったのかな、取ったのかな、あいつ、あいつ取ったのかな。買いましたね。今度がエコバッグを持参してちゃんと着ます。いやちょっといいですね、楽しいね。こうなんか人と話しながらお買い物って楽しいかもしれない。私いつも一人で来ちゃうんですよ。あ、そうなんですね。うん、でちょっとこういうね、男男たちと男たち来るのいい、いいですね。またちょっと、はい、ちょっと松崎しげるになれる洋服を探してちょっと今度はちょっとちゃんと決めてきましょうよ。あ、そうですね。まあ、私ちゃんとアポ取りますよ。あ、またちょっと次回も、はい、楽しみです。はい、はい、解散すぐ解散しようとすんねんな。いや結構長くいるよもう。ではさよなら。さよなら。お茶は大丈夫ですか？お茶は大丈夫。お茶は大丈夫。お茶は大丈夫。お疲れ様でした。